お越しくださいませ神様。ははは、お越しくださいました降臨でございます。生きてらっしゃいます生き神様でございます。よろしくお願いいたしますなんでですか、なんで逃げんですかそうやって。いや、今日麺はアグリだから。麺はアグリじゃん。いつもそういう話って自分で一番喋っちゃうじゃないですか。その黙れとかって言われちゃうもん。そう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 、黙れって言われちゃうんだよ、喋って関谷さん、黙れ引っ張るんですよ、この二人いつも。なんかいきなり忙しいですね。そうなんですよご苦労様です。今回関谷さんがいらっしゃるってことでね、僕すごい安心してる。でも全然俺地味だから本当なんですか。そうなんですか。まあ、GT にずっと関わってらっしゃるブリヂストンのタイヤのユーザーということでね、もちろんこの3人の神様来ていただいたわけですけれども、もう皆さん普段からこういうやり取りなんですか。割とサーキット行ってもなんか冗談飛ばすようなそんな空気の時もあるしない時もあるんですか。いや僕はすごい穏やかなんだけど、はあ、何がサーキット入ると、そう話しづらいサーキット入ると一緒に絡んでいたくないとこにいないとはい、はい、なんかこう本当にこう来るから、はい、もうこのピットの方顔見ながら、はい、いやもうだって現役時代の時からねずっとやられてきて、監督になってまたバチバチやってて、まあ、ずっとサーキットにいる限り顔を合わす相手だと思うんですけども、現役時代のことを知ってるからなおさらなんかこういう性格だからっていうのよくお分かりだと思うんですが、星野さん極めて攻撃的でしたよね、やっぱり現役時代からね素晴らしかったですよね。今はただのジジイよ。いや本当に優しいおじいさんです。そうなんですか。いやでもね、はい、星野さんとこの車がなんか調子悪くなって止まったりするじゃないですか、はい、全然僕のチームと関係ないんだけど、星野さんの顔が浮かぶ俺は。うわまただ。うわ。もう現役の時のことまただが多かったから去年。だけどね、はい、モータースポーツのイメージをこう一言で例えるのはやっぱり星野一義ってね。はい。そのもう本当になんとかレースっていうと星野一義って出てこないですか。そうですね、顔も含めてね。戦うっていうことで。いや本当にもう、うん、そう。戦ってる時の顔、走ってる時の星野一義、はい、すごいですよね。やっぱり、やっぱり走ってる時のオーラが人一倍出てましたよね、現役の時から。星野さんあれ走ってる時もあの目がこうなって、うん、青筋立ってた。ヘルメットだから見えない。どうだったんですか星野さん。俺のそばに寄るな。ただ走るだけよ。そうですか。でもね、やっぱりクールなアグリさん、それからと、すごくこう冷静で、控えめな関ちゃん、うん、はい、控えめではなくてですけど、でも細かいところでものすごいずるいテクニックがうまかった関谷さん。よく見てるね。もうスピード落としたところでちょっとぶつかりながら抜いていくみたいな。ちょっと待って、はい、ちょっと今日タイヤの話じゃないの。恐れ入ります。私、間違えておりました。タイヤについて伺いたいんですけれども、タイヤについてはもう嫌っていうことを勉強されてきて、でも相変わらずタイヤなんですよね。タイヤの減り方みたいな若いドライバーの前で一応見たりとかそういうことをされてるわけです。まだ現代変えたの。いや今のドライバーすごくテクニック的にはタイヤがいいからすごい助けられてるね。はい、だから僕らがの時はものすごい開発で、バイアスからラジアルになった時はものすごいやっぱいろんな大変だったことを思い出すね。バイアスってのはどういう乗り味なんですか。運転しづらいんですか。言うこと聞かないんですか。タイヤはラジアルですか。バイアス、バイアスって、はい、まあ僕らがバイアス乗り、ラジアルが出る時にバイアスからラジアル乗ったらラジアルがものすごく変に感じた。逆に、今は もう逆に変にバイアス乗ると変だと思うけど、バイアスは非常にこう粘るというか、はい、こう変ものすごく変形するんですよ。変形しながらグリップするんで、バイアスなんてこう風船玉みたいにこうエア入れると膨らむのよ。だから繊維の折り方が違うんですよ、タイヤの構造的に。ものすごくこう膨らんで、形が変わる。だから
車のハイトでも、ボーンって走って熱上がって内圧バーンって上がると車高がどんどん変わる。だから今の車にはもうそのバイアスなんか使え、全く使えない。おまけに当時結構70までいかないですけど60とかですもんね、レーシングカーでも割と厚めのタイヤですもんね。あ、そうですよね。ブニョンブニョンですか。そういう車で長いことレースやったりとか、あとルマン24時間、今映画ご覧になりました？フェラーリ対フォード、どうでいかがでした？めっちゃ面白かった。面白かったらしいですね。いや本当に、いやケン・マイルズと、はい、キャロル・シルビーと、それとフォードとね、エッド・フェラリーと、はい、その駆け引きがあります、いやこれ皆さん本当めちゃくちゃ実話なんで見てください、やっぱりフェラーリが、まあ、フェラーリを買収しようとするんだけどね、フェラーリが断る、金なかったんだけど、じゃもうレースやらないなら売らねえ、かっこよかったね。マーケティングためにあのフォードが車をヨーロッパで売るためにフェラーリを買おうと思ったらフェラーリが突っぱねたんですよね。もうレースやらないって、もうお金のことでね、上がレースやらないって決めるならば俺はそれ絶対売らねえ。ねえ、その辺の話ってだってさすがに皆さんがオートスポーツで昔こういう話があったんだって読んでたようなのが映画になってたわけですからね。いや本当に僕高校生だったもん、はあはあはあ、高校生の時にフォード GT40 っていうのが出て、うわすげえなフォードってべったんこですもんね、もうでも後日そういったのルマンとか、まあ、3人とも、ね、出られてますし関谷さんに至っては優勝もされてるわけですけど、ルマンっていうレースっていうのはブリヂストも参戦してましたけど結構24時間っていうのは体力的にも精神的にもあと年に一遍しかないじゃないですか。そういうプレッシャーの中でも星野さん結構目三角になっちゃったんじゃないですか。またでも実際に先に見ない方が良かったね。ユノデイルその6キロ全開で1分ぐらいになるんですけど、あれ見ない方がいいよね。ドライバーそれとね見るの怖くなる。だから一応自分が乗ってそのちょっとバイブレーションが出たり何かするとピットにラジオでするんですけど、そのまま行ってくださいっていうコメントだから頭きたから無線外してたんだけど、いやこっちはもういつも真ん中を走ってくわけよ、怖いから。だって横はもう全部樹木みたいにずっとあるわけだから。普通の道ですもんね。普通の道よ、だからそこで300越してるわけだから、スーッと端っこ走ってとスーッと寄ってくる。いや星野さんあれストレート6キロの時400キロ近かった、380キロとか出てました。それ1分よ1分エンジンがうなってても、いつ来てもいいようにも心の準備しとくわけじゃん。うわ、いやあれは車は大丈夫よ、世界の日産だから聞こえるかな。いや聞こえないから。スピーカーあっちの方向けましょうか。今やっちゃえやっちゃえやっちゃえ。フェラーリとかフォードも何よ、日産対ホンダの話しようよ。あ、そうですね、そうですね、そう今の話です。でもやっぱりルマンの話ね、今映画で流行ってるからこの3人ちょっと聞きたいなと思ったんですけど、でも本当にああいう文化の中でできてる競技、それはすごいですよね。もうその僕なんかやってるときは60回くらい、60回目くらい、今、日本でその60、100回行っても、はい、ああいう文化にはならない。文化ね。いや、ならない。それってね、すげえ簡単で、はい、日本人ってお金に弱いねよ。今目先のお金で買えてしまうんで、文化にならない。なるほどね、お金に参っちゃうわけ。なるほど。先の方じゃ50年後にどうしようっていう考えないんだ。なるほど。50年後には間違いなくすごいお金になってるね、はいはい、そのまま行けば、だけど50年後待てないんで明日のお金欲しいね、はいはい、だから今回になるね。なるほどなるほど、こらえきれないわけですね。そうそう、我慢できない。今目先の欲しいわけ、なるほど。目先の欲しくないですか。いや俺は金じゃないよ。いや俺は本当にモータースポーツの50年後を考えてるんだよ。はい、目先は今はどうでもいいんですよ。今俺食えてるから、はい、生きてるし、何も問題ない、ね、だから50年後どうなるんだろう、もう50年後にみんながこうやってね、10年後20年後に本当にこうやって来てくれるかな、ものすごい心配じゃないですか、心配性だから。なるほど、ね、でそういうことでご自分でも競技立ち上げられましたけど、特に女性だけのレースね、はい、ええ、ああいったものっていうのが文化につながるし、皆さんが興味を持つことにつながる。だって女子プロゴルフみたいになったら、やりたいでしょ、そこのお嬢さん、ねえ、
ああいう女子プロゴルフみたいなレースができたら、この話女子プロってその何スコアを見てんじゃない、女子プロゴルフケツを見てんのだからそこも見るけどプレーも見るんで両方見れるじゃないですか、うん、星野さん今ケツの話全部すいません、スピーカー日産の方に向かってたんで日産に流れました、こっち向いて話そうですか、そっちですか、あっちトヨタありますからねアグリさん、この2人の方々は昔からこの調子なんですか、てか出番がないね、ねえもう出番がない、この今日お前いい子になったこの2人がねいたらもう出番がない、うん、今楽屋で何の話してたの今なんか楽屋でね、はい、面白い話をしてくれたんですよ、はいはい、星野さんね実はねこれ以上言わないけどねピース、はい、何一つ話が完結しないんだけどそうなん、まあ、毎回そうなんですけどタイヤの話もルバーの話もあのタイヤ の, あ, のあれ回るのいいねあれ相手回るのいいねあれすごい、ね、あれいいですよ ね, ね何の話してるのか俺分かんないでも神様ってそういうもんですからもう違うんだね、来てらっしゃるやっぱ凡人と違うのよ、違いますよ、ポン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 頭にやる、あ昨日話したよね宇宙人、あ宇宙人、うん、あ星野さん宇宙人、宇宙人なん、奥さんに見せてあげてくださいよ、聞いてください、宇宙人でしょうか、あうんうんって言ってます、あの関谷さんと奥さん宇宙人が分かるらしい、へえ私は見えるって怖いですねちょっと星野さん宇宙人だと思うよ、星野さんはだってもう宇宙人っていうかもうなんかもうね現役の時のあのイメージが忘れられないですよ、あの JTCC の時胸毛出てたんですよ、レーシングスーツここまで、ね、胸毛で話したいんだけど、はい、今ブラウンってすごくいい顔、何の話ですか、6ミリ、9ミリとか、はい、剃ってんですか、もう全部ツルツルですか、全身9ミリ、すごい全身9ミリ、すごいところに持ってきましたね。体毛から何から俺ほんと、うん、オール9ミリだいやでもそういうジョークじゃないよ、いやジョークじゃなくてでしょ、うん、いいですよ、僕もだって9ミリみたいなもんですから頭剃ってますからね話お願いします戻していいですか、はい、私もぜひとも、はい、ぜひとも戻したいな、ファーストとラジアルの話今度アグリさんちから、うん、バイアスとラジアルの話、もうアグリさんの話って言ったらもう何回も聞いてますけど F1 乗ってながら他のブランドに乗ってながらブリヂストンで F1 タイヤ作ってた話が最高面白いですよ、あーレースでは某メーカーのタイヤでレースして、はい、帰ってきて、はい、鈴鹿でブリヂストンのタイヤ開発してたんですけど、もう某メーカーにはすごく冷たくされた、そうでしたね、レースの時エンジニアも来ないもん、聞きにも来ない、あそうですか、本当で次の年あたりからブリヂストンが出てくるって大体読んでたんでしょうね、読んでた、でその時僕もう リタイアでブリヂストンのタイヤでレースやってないんです、やってないです、これ頑張ったやってないです、1レースもしてないです、ね、僕が辞めて次の年から参戦、あ逆に70年代ブリヂストンのタイヤで F1 出たのは星野さん、そう星野さん出てますもんね、バイアスタイヤですよ、あそれはバイアスタイヤだったんですか、うん、その頃ラジアルまで行ってなかったから、はい、でもバイアスタイヤって乗りやすいんですよ、はい、そのラジアルって、ええ、そのちょっと難しい話になりますけどその折り目がしっかりしてるから、ええ、縦か横かってはっきりどっちかに触れちゃうんですけど、バイアスってこう今言ったようにグニャグニャして、はいはい、すごくこう まろやかに動くんですよ、あなるほどなるほど、乗り心地もいいんですか、乗り心地はレーシングカーだからあれなんですけど、そのグリップ的にはやっぱりラジアルの方が絶対出るんだけど、剛性的には、だけど車のコントロール性は多分バイアスの方が乗りやすいと思う、だから最初にライジアルになった時みんな違和感を感じて、あそうなんですよね、いや違和感だけじゃなくて乗りにくかったもんね、乗りにくかったですね、いやそれはバイアスの方が幅は広いんだけど、エンジンも上だけは良くならないじゃん、下だけもって、はいはい、その肩を両方良くならないわけ、だから前後 の, そのブレーキングトラクションたらもうラジアルのスーパーに良かった、なるほど、ただそれはやっぱそのコーナーだからハンドル切らなくちゃいけないじゃん、はいはい、右切ったら右へ曲がる瞬間のその応答性のあれが個性が強いのよ、だから全部平らな面が全部バンク角あっても全部ついてるっていうのはすごいそのコンピューターが操作してるわけじゃないから、何からのあれだから、その辺の変化が僕はリクエストしたのは
倍大っていうのを作ってくれって言ったの。倍大、倍大だから、バイアスの、ね、そういいとこと、うん、ラジアルのいいとこと、うん、それは星野さん、それラジバイって言いません？ラジバイっていうのか。それは無理だって言われた。はあ、うん、だから無理じゃしょうがないなって。無理じゃしょうがないなってよく納得しましたね。いや納得するって、うん、とにかくその条件の中で、もうその完璧に一番早くないと面白くないわけよ。はい、だからテストでは一番乗せていただいたよね。うん、そこでラジアルに切り替わるときに、うん、あの馴染めずに、うん、消えていっちゃったというか沈んでいっちゃった人もいるんですか？あ、それは いますよ。それぐらい違うんですね。ね、うん、あの日本のブルジストンのタイヤはすっごく縦のトラクションが強い、はい、だブレーキングと加速が、海外のメーカーのタイヤっていうのは、はい、今言った星野さんが言ったように、その中間点を持ってるんですよ、最初のうちは、はい、だからそのBSのタイヤはとにかく縦に強い。でその海外のメーカーは縦もそこそこ強くて、横もそこそこ強い、でも縦はもう絶対に BS の方がいいんですよ。なるほど。その辺をどう、うん、どっちの長所を伸ばしていくか、横を強くすると縦弱くなるんですよ。なるほど。その辺がすごく難しいバランスですよね。両方良くならない。ならないんですよ。なるほど。でもタイムを取ろうと思ったらまっすぐがいい方が、ブレーキと加速がいい方がいいんですか？例えばそのタイヤはこっちの、タイヤの話はこっちに置いといて、はあ、ね、はあ、タイヤ置いていて、ちょっと2、3分エンジンになると、はい、その1150馬力くらいの時のタービンのやつが怖くて開けられないのよ、パワーがありすぎて、はいはい、要するにヘアピンから試験から、はい、もう空転しちゃうから。それはグループ C とかですか？そうそうそう、はい、で1100と5頭よ、そのパワーだったらもう本当もう二度と味わえないけど、はい、それがタービンを小さくして、もっと低速からついてくるようにしてパワーを押してるのにタイムは上がってる。だからどっちが良くてもどっちが悪くてもじゃなくて両方良くないとダメなわけ、はい、そうするとそれでさっきの話戻っちゃいます、 U の DL を1分走るわけですよね。いやだからあのいつトラブルが来ても心の準備はしてたわけよ、いや信用しててドーンって言ったら終わりじゃないの。そうですね。ポルシェのドライバーがあのユノディエルのストレートで樹木に張り付いて即死してるわけよ。あたたたた。それピットの隣の隣よ。それで50人くらいが下を向いてこうやってんのに、日産の業務命令で、あ、今日産向いてないです。大丈夫です。じゃあ星野さん時間ですから行ってみますってこう来るわけ。ドライダーがだから行くしかないじゃん。あ、もう乗っちゃったらやるしかないわけですか？やるしかない、いやもう乗っちゃったらもう心の準備できる、もう踏むことは負けないから、もう乗っちゃったら切れちゃったら負けないですもんね。星野さん覚えてますよ、星野さん行ってくださいって。いや振動が出てるんだけど、あ、行ってください。もしくはもうね、だから無線外しちゃったんだ。いや会話したくないわけよ。それは怖いんだから。すごいですね、ルマンっていうのは。でもすごいレースなんですね、やっぱりね。でもやっぱ20億くらいもらってたから、ああアクセル緩められないじゃん。いや星野さん、俺10億だったんですよ。話はでかくした。関谷さんだいぶ儲かってるみたいですけど、あっちはねえ、すごいですね。星野さんの15億聞いてびっくりした。関谷さんにお金にまつわるイメージは。いや、その半分しかもらってなかったから。いや、金借り行くよ。残ってないですけど、もうあっちの人たちは。いや、大丈夫です。残したんですか？残ってます、うん、はい、ちゃんとあの地面に埋めとく。いや、俺はないですよ。俺は使ってますから。使っちゃってです、はいはい、いや、俺は全部事業に投資しちゃったからね。え、自分はすっからかいの。ああ、ホイール売れたじゃないですか。すごかったじゃないですか。僕も買いましたよ、昔。ありがとうございます。細いやつですけど。買いましたけどね、本当にあのブームってね、すごかったですね、モータースポーツブームね、うん、星野インパルのホイールね、はい、すごかったね、いや、だからそういうのをあの本当に実際に体験されて、それでまあ文化として残さなきゃいけないって活動につながったりとか、あと ARTA ね、HDF1 もやられたりとか、そういうふうにあのこう育てていくっていうか、つないでいくっていうことをいろいろ
いろいろ考えられるような知ってるっていう世代だと思うんですよね。でその世代がいまだに先頭を走んなきゃいけないっていうところで、もっと層が厚くなったらいいなっていう気はされてるんですか、それとも俺たちがまだ引っ張るからいいぜって思う、一番先頭にいるぜっていうふうに思われるんですか。全く俺はないです。全くもう本当に今みんな頑張ってねっていう、チャンスパーツ、まあ、とりあえず種まきしたんで、あと頼むよって感じ。なるほど。なかなかモータースポーツに入れるっていうか、入り方が分かんない人も多いと思うんですけども、関谷さん一番地道なモータースポーツっていうか、なんか入り方というか、僕のとこ来て、僕に連絡して。あ、そんなんでいいんですか。僕できるから。例えばどんなことができるんですか。やりたいことができる。お金いるよ当然。当然お金いるけど、何がしの、ただ本当にモータースポーツやりたいという人は手を挙げて僕に来てくれれば。なるほど。すぐやれるようにするから。星野さん、昔のアマチュアは俺はもう全然面倒見るつもりはない、昔言ってたじゃないですか、プロチームだからうちはつって。僕入れてください、インパルのジュニアチーム作って僕入れてください、素人はって言ってたじゃないですか。そんなこと言った。いやもう僕がっかりしましたよ。それでアグリさんのところに行って素人チーム入れてもらおうと思ったんだから。でもやっぱりプロチームの一番上をずっとやり続けるっていうのはそれも一つねイメージだし、星野一義はそうあってほしいですけどね。本当にね、いろんな意味で教えてもらってその身につくもんでもないし、はい、やっぱ自分でその辺をその分析して、自分の体でチャレンジして、僕にはもう教科書も何もなかったんだよ。はい、全部自分で教科書とかチャレンジして体で覚えて、病院のお医者さんと友達になって、あら、それでずっと這い上がってきたから。だって先輩、名前言わないけど誰も教えてくれる人いなかったよ。はい、いやもうみんな敵だった。そうですか。いやもう目が、はあはあはあ、その世界にいきなり行くわけですけど、はい、それはもうヘルメットの中で名前を大きな名前声で言って、ふざけんじゃないって叫んでて、いやスタート前に、おでそりゃそうよ、負けるかって、そんな中途半端な気持ちで勝てないよ。ああ、うん、それはもうイカれてるよやっぱ。あの時だけはイカれた。いや普段はいい人よ。あ、そうでした。いや、うん、普段はいい人かもしれないですけど、でもアムのね、130R でアグリさんの横っ腹に突っ込んできましたもんね。そんな悪いやついるの。いや僕ちょっと見たことあるんですけど、黄色と白いヘルメット。いやあれはアグリが幅寄せくれた。いやそうだけど、星野一義ってやっぱすごくて、はい、今目安って皆さん今ないんですよ。星野一義を破ると F1、 だから星野一義と勝負して、勝ったら中島が F1、はい、星野一義と、勝ってアグリは F1。 なるほど、うん、全部星野一義がベンチマーク。なるほどほら本当にすごい。ちょっと早く生まれすぎたね。本当ですよね。本当にちょっとね、その時代がね、うん、自分でプライベートで一戦行くのに1200いくらかかったね。はい、いやそれかける20レースあったらとんでもない金でしょ。はいはい、それ自腹よ。うん、またプロとしてね、自腹で行くっていうのもね。いやドリントンとかいろいろ行ったんだけど、僕はオートバイの時から金もらって走るのが仕事だったから、はい、自分で払ったのはあれだけだね。F2 ですか。F2、うん、F2 1回2回ヨーロッパ行きましたよね。はい、ねえ、そういうのありましたけど、でもそういう時代がね、70年代で、そこからアグリさんたちが80年代。だから幸せよ、もう本当羨ましいよ、うん、僕はやっぱ時代が良かったですよ。やっぱ日本もそのバブルが始まって、一気になんか日本はなんか F1 のスポンサーみんなやってたじゃないですか。ねえ、うん、そういう時代に一番自分のいい年だったから、やっぱ行けたし、まあ、中島さんが先に行っててくれて、日本のスポンサーもついてきてくれて、そのタイミングに僕がいた。ね、まあそういうところで作ったっていうのは、今本当ファンがこうやって残ってるっていうのはそれだと思います。あとね、あの頃のアグリさんね、腹立つほどかっこよかったですね。顔はモテたよね。ねえ、いや俺も整形しようかなと思ったんだ。アグリさん整形ですからね。ねえ、アグリさん整形ですよね。勘弁してくださいよ。どこでやった。
教えてください、明美さん。星野さんはだって男臭さムンムンじゃないですか。あんと筋肉の塊みたいなね、人気ありましたね。そういう男って魅力あるよね。悪いけど筋肉がいいんだよ。筋肉すごかったです。リタイアしてだってパッドの上でタバコ吸ってる姿とかね。持ってるんだ、ポケットにタバコ入ってんの。そうそうそう、レーススタート前ドリンク水よりタバコ。そうそうそう、よくやめましたよね。いやそれは苦しかった、いやお願いだから吸ってくださいって言われたから。いや、あの機嫌が悪い奥さんね。そう、いや開けて吸ってくださいって言われた、だけど俺を助けてくれと、はい、1日 5箱くらい吸うから、朝起きて新聞見る、東中と日刊朝日見るだけ、これだけで半分吸っちゃうから、ずっと美味しいのよ。あすごい、うん、体に合ってんですね。いや、お酒は本当にまずい、はあ、こんなまずいもん、なんで飲むんだろうと思って、忘れても飲んでろっていうくらい、ね、でもだけど、タバコはいくら吸ってもうまいの。そうだったんですか。でもそれをやめたんだから、偉いでしょ。偉いです、偉いです、偉い。もう和田っ子さんと同じぐらい偉いです、タバコやめて。俺も和田っ子みたいにちょっと二人にしよう。もう何が何だか言ってることが分かんないですから、アグリさん。アグリさんお願いします、まとめてください。僕には無理なんですよ。俺に喋らせろって言うの。いやいやいや、俺喋ると黙れって言われるから。じゃあ関谷さんお願いしますよ。今年のスーパー GT、ね、あのバー500で、そしてブリヂストンタイヤ で優勝争いを常にしているというところでは、この3つのチームというのは同じだと思うんですけれども、どんなところを見ていただきたいですか、スーパー GT の魅力として。まあスーパー GT って今世界で一着面白い、はい、あのそのテレビから映像からもう現場を見ても、あの F1 とかナスカーとか、DTM とかでいろんなレースがあるんですけど、もうダントツ面白いんですよ、でこの面白さを皆さん目の当たりに見てるんですけど、結構これって世界に発信してないから大したことないって思うんですよ、日本人って、はいはい、だからこれを皆さんものすごく目の当たりに見れて、ライブで現実をすぐ見ることができることに幸せを感じてほしい。なるほど、これは本当に世界で一応すごいことをやってるレース。あの関谷さんのキャリアの中でもトップクラスのレースですか。はい、いやいや、過去一番面白い。あ、そうですか。ワンクラスの車がバーって DTM って一つの種類の車がバーってレースやってるんですけど、はいはい、まあ、当然速い車が逃げてっていうことになるじゃないですか、はい、スーパー GT って2クラスでやることで、300クラスに追いついた時の、この新しいテクニックを必要とされるんですよ、ね、なるほど、まあ、そういった意味でその新しいテクをどう、まあ、300を抜きながら、うん、その逆も生まれてくるんですよ、はい、失敗して変に突っかかって、逆に500同士で簡単に抜けるようになシーンがよく見られる、はい、でそういうとこ見ると、まあ、このレースがモータースポーツ、新しいモータースポーツ、もう20年も経ってるんですけど、まあ、世界中から見ても新しいモータースポーツっていう考えでいくと、あとはタイヤのコンペティションをやってるのは世界中でこれだけ。そうですね、だからそういった意味でもタイヤ、ミシュランでもそうですけど、コンペティションできないんですよ、うん、で、まあ、ブリヂストン、横浜タイヤ、ダンロップ、ミシュランタイヤ、うん、まあ、こういうタイヤメーカーが競争してるんですね、まあ、そのレースを皆さん、こうやって一緒に皆さんと共有できるということが、本当に日本って素晴らしい国だなと思う。なるほど、はい、アグリさん、どうですか、最後に。まあ、もうその通りですよ、もうでも、コンペティションやってるっていうのは、もう、技術もすごく上がるし、見てる方も、でもやってる方はものすごくプレッシャーですよね。はい、なるほど。まあいろんなものを背負ってやってるわけですからね、はい、でもブリヂストン一番ですから。ブリヂストン履いてる時点でもう安心だけど、アドバンテージ。逆にブリヂストン履けてないともうダメだから、ディスアドバンテージ。そうですディスアドバンテージ。ここ強いよね。あ、強い、強い、いや、もうめっちゃなんでやってよ、もう。
最後もう音帯締めていただいて、黙れ、時間が終わるんで。いや、締めるとか締めないとか、やっぱり TT は面白いよ。面白いですか。うん、もう面白い。だって、フェラリーがよりプリウスの方が早いんだから。そういうのもありますね。すっげえ面白いじゃん。ね、だから、そんなこと、その、いろんな友達が聞いてくるんだけど、そんなこと、教会で聞いてこいって言って、もう、俺は知らないって。まあ、とにかくスーパー GT をバトル、それからあとドライバーの質、それから車の速さ、あとは見やすい、いろんなサーキットでやりますということで、こちらの3人の方々のチームも、2020年も大活躍すること間違いなし。そのキーはブリヂストンでございますね。もう全然そう、ちょっと俺にも喋らせて。